楽天競馬なら地方競馬全場の馬券が買える。おっと、ここで生まれ変わった楽天競馬スマホで登場だ。レースを選んでオッズを見ながら投票、全レースライブ配信、その場で見れるのが生まれ変わった楽天競馬。ポイントも貯まる楽天競馬。皆さんこんにちは、楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦です。本日は12月23日に名古屋競馬場で開催されます第14回名古屋グランプリを予想していきたいと思います。楽天競馬プレゼンツ名古屋グランプリ直前予想討論会をお送りいたします。それでは早速本日のゲストをご紹介していきます。名古屋競馬といえばこの方、名古屋競馬ネット大使の藤川京子さんです。こんにちは、名古屋競馬ネット大使の藤川京子です。今日はよろしくお願いします。どうぞこちらこそよろしくお願いします。はい、ネット大使ということなんですけれども、はい、昨年からということですね。そうですね、今年もネット大使をやらせていただいてるんですけど、主に私の自分の競馬はやめられないというブログがあるんですけど、はい、そちらで私の場合名古屋競馬開催の日は起きられれば1レースからリアルタイムで予想を出して馬券を買っています。リアルタイムでなんですか。はい、だから結構競馬ファンの皆さんとかが一緒に参戦して、書き込み欄に自分の予想を書いたりして、みんなでこう予想大会みたいな感じになって、お互い取ったねとか。あ、そうですか。はい、言いながらじゃあリアクションもそのファンの方もあるんですか。そうですね、おめでとうございますみたいな感じでそうですか。はい、結構パドックとかは参考にはされるんですか。そうですね、パドックも見ますけど、やっぱ馬体重とかもありますし、まあ中央競馬なんで、はい、どうでしょう、こうやっぱ使い詰めで馬体重がこう落ちたりとか、また逆に増えてたりとかって結構難しいんで、パドック評価だけではないんですけど、まあ、根本的にはちょっとタイム理論でやってるんで、まあ、そこを信用して自分の予想は出してるんですけど、はい、まあ、タイム理論っていうのも気になるところですし、まあ、その中で馬体重を気にされてということで、まあ、一般の競馬ファンの方のね、はい、流れと一緒ですよね。でまたなんて言ったらいいんですかね、そのやっぱ直前で予想変わることもあるんですか、その馬体重で。やっぱり馬体重ではあんまり変わらないですね。でも予想はやっぱり基本的にはギリギリまで考えて直前に買うって感じが多いです。あ、そうですか。やっぱ直前まで考えた方がなんかこう降りてくるっていうか、なんかこう神が降臨してくるみたいな感じであるんで。なるほど、はい。まあ、当然のことながら馬場状態もかなり気にはされる。馬場状態はやっぱタイム差で結構響くんで、馬場は大事にしてます。となると、はい、今週といいますか、うん、名古屋大雪が降ってね。そうなんですよ。もう名古屋競馬1日中止になっちゃいましたから。18日でしたね。そうなんです。もう皆さんでこう雪をね撤去して作業も大変だったみたいで、うん、だから雪の後だと、まあ雨と違って意外と馬場はねそんなに悪くならないっていうことも多いんですけども、うん、はい、ただ地方競馬の場合は中央と違ってね、馬場の回復もちょっとこう時間がかかる傾向にもあるので。そうですよね。そういう部分ではこの冬の名古屋競馬、まあ、名古屋グランプリになりますけれども、はい、ちょっとね、うん、天候も気にしながら予想はしていかなければいけないのかなと思いますけどね。当日はそうですね、はい。まあ、でも名古屋グランプリの時は私は当日イベントに参加する予定で、はい、予想会や撮影会もやろうかなと思ってますし、はい、あと先着入場者の500名様には、抽選券をお配りして、うん、抽選でオリジナルキャップとか膝掛けとかお菓子のクリスマスブーツとかいろいろ当たる抽選会もあるんで。なるほど、はあ、皆さんぜひ当日はいらしてください。ネット大使とはいえ、はい、この時ばかりは競馬場に足を運んで。そうなんですよ ね、はあ、まあ、でも本当ね、ネットで買えるようになってから本当に助かりますよね。いろんな意味でね。どこにいても名古屋競馬買えるわけですからね。そうなんですよ。あと楽天競馬のいいところは、はい、ポイントがつくんで。そうなんですよ、はい、そのあたりはまた後ほどね、そうですよね、説明をしていきたいと思いますが、はい、あとは先日名古屋グランプリのメディアキャラバンも、いろいろ回られたということですか、ね、そうなんですよ、はい、名古屋にも行って、うん、まあ、何社か回らせていただいて、はいはい、超アピールしてきました当然藤川さんらしい服装だったんですか。あ、
そうですね、あのやっぱ23日に行われるということなんで、はい、サンタさんの格好で行ってきましたそうです、セクシーサンタで、その模様はねちょっと気になるところですけれども、はいはい、さて、名古屋グランプリに話を進めていきたいと思うんですけれども、はい、この名古屋グランプリというレースは2001年から一応スタートはしてはいるんですけれども、うん、その前に96年からですかね、東海菊花賞というレースで、名古屋の 2500m で、ダートグレードとして実施され、まあ、東海菊花賞という名の通り11月あるいはその前後ですね、秋に行われてたんですけれども、暮れに行われるということになって、名古屋グランプリに2001年から、レース名を変えて、行われているわけですが、うん、その2500m、この名古屋競馬場はこういったコース形態になってまして、まあ、2500m ですと、うん、普段 1400m のスタート地点からだから2周する感じになるんですよね。2周ですね。これは結構小回りで、うん、日本で一番直線の短いコースですから器用さが求められますよね。確かにね、コーナー8つ回るってことですかね。8つですよ。でダートグレードとしては最長距離ということにもなりますので、うん、まあ、非常に特徴的なコース形態になってます。で、まあ、その他の距離も含めてこういったね、名古屋は、7つの種類が、行われるということなんですが、まあ、あの柿つばた記念が行われる 1400m というのが一番名古屋ではスタンダードなコースになりますよね、うん、で地元の重賞では結構 1600m もありますけれども、あとはこの3月に名古屋大賞典が行われるのが 1900m、うん、あ、そうだ、これとてね、名古屋の中ではかなり長い距離でコーナー6回なんですけども、うん、それよりもさらにということで、さらに渦巻いてますねまあ相当なスローペースが予想されますから、割と道中は団子状態で進むんですけれども、ーダートグレードの、まあ、特徴的なところは勝負どころから一気にペースアップした時になかなかこう地方馬がついていけないケースというのがね、往々にしてあるんですよね。そうですね。で2008年から6年連続でJRA 勢が 1,2,3 独占をしてるんですよ。それまでは割とあの地方馬が3着には来るとか 2,3 着に来てることもあったんですけれども、ちょっと近年は JRA 勢が優勢という傾向になってるんですよね。今年でもちょっと地方馬がね勢いあるなという感じもしますけどね。お、そのあたりもねちょっと お伺いしていければとは思うんですが、うんうん、まあ、事前にもう後ろの方で、メンバーも発表され、ね、藤川さんと僕の方で印も打っているわけですけれども、うん、はい、本命が藤川さんは1番の東証フリーク、うん、対抗に6番日本ピラーワーズ、黒三角が4番ソリタリーキング、うん、白三角の順番はちなみに、そうですね、グランディオーソー、はい、シビル王、はい、エーシンモアオバという順ということですね、はい、まあ、地方馬にはこの5番のグランディオーソ、はい、印を打たれているということですが、まあ、僕もグランディオーソはやはり地方馬の中では一番、うん、結構重たい印ですね。そうですね、うん、まあ、本命は6番の日本ピラーワーズとし、うん、対抗には10番のシビルウォー、そしてグランディオーソ、うん、白三角は東証フリーク、ソリタリーキングの順というふうに考えてます。それでは藤川さんの本命東証フリーク、はい、その本命の理由を伺いたいと思います。そうですね、まあ、やっぱりダートグレード、そうですね、大きいレースも含めて、はい、まあ、このまま安定した成績を残せてますし、まあ、花切れるところもね、あの特徴的だと思うんですけど、はい、まあ、スピードもありますし、スタートもいいんでね、その辺前行けそうです。まあ、今回この1枠にね入ってくれたのが、そうですね、私は何より、あ、これは来たなと思ったんですけど、うん、まあ、前走はちょっとあの6ヶ月の、まあ、骨折休養明けということだったね。武蔵野ステークスは、まあ、9着に敗れてますけど、はい、まあ、もちろんこれはもう完勝ではなかったというところですしね、まあ、一度使って良くなってればっていうところはあるんですけどね。まあ、昨年このレースね2着してる馬なんで、はい、まあ、本当に距離コースと、まあ、舞台は全く問題なしという感じはしますし、まあ、あとは本当にあとこの馬の勢いとどこまで持ってくれるか、
というところなんですよね。はい、うん、ちなみにこのエイシン・モア・オバーとの先行争いというのはどのように考えられていますか。エイシン・モア・オバーは前々走は、まあ、白山大賞典レコード勝ちしてますけど、まあ、前走はそうですね、浦和ですよね。はい、浦和ですね。まあ、やっぱこの馬って4コーナー先頭にいないともうはっきり言って勝てないっていう、そうですね、イメージがあるので、前走は本当3コーナー過ぎぐらいからもう早めに来られて脱落してしまったというレースだったんですけど、まあ、ちょっと勢いも少しなくなってきたというか、スピードが少し衰えてきたのかなってちょっと思ったんですよね。あとちょっと脆いところもありますし、まあ、先ほど言われたようにこうスローで、ね、団子状態で用意ドンみたいな一気にってなると一番こう脆い感じにはなるのかなっていうところがありますね。そのあたりは同じような、うん、客室ですが東証フリークの方が、うん、そうですね、東証フリークは逃げなくても2番手で競馬ができますから、うん、はい、まあ、もちろん英氏に行かせて、まあ、このまま2番手で虎視眈々とっていう感じが、まあ、ある程度エイシンが行ってくれれば、まあ、この馬のペースで 離れた2番手でもいいかなとは思ってるんですよね。ちなみに前回休み明けでしたけれども馬体重は増減ありませんでした、はい、今回叩いて、うん、こう藤川さん的に望まれることというのは何かありますか。そうですね、だいたい体重は変わらない方がいいですかね。480キロ台でだいたい安定して走ってますもんね。もうちょっと絞れても大丈夫かなと思うんですけどね。あ、そうですか、うん、でも骨折明けなんで、うん、逆にそんなに減ってない方がいいのかなっていう、まあ、そうですね、うん、一回体を減らす傾向にありますんでね、骨折した馬っていうのはね、うん、さて、対抗には日本ピロアワーズということになりますけれども、はい、まあ、このメンバーの中ではね、唯一の G1 馬、そう、 G1 馬ですよね。もうこの馬がいるのといないのとではもうこのレースはガラッと変わるかなっていうくらいちょっと注目なまあ例年でしたらね、この G1 クラスの馬は帝王賞の方に、あ、ごめんなさい、東京大賞典の方に行きますけれども、うん、日本ピロアワーズはこの名古屋グランプリの方に来たということでね。そうです、まあ、勝ちに来たのかなと思いますし、まあ、今週秋に戦はちょっと7着13着と敗れてて調子が悪いのかなっていう感じはするんですけど、うん、まあ、あえてここ使ってきたっていうのは多分この 2500m っていう距離にはあるのかなとは思って、はい、やっぱこのぐらいの距離でこの2周してダート競争になると、本当に最後は力勝負になるんじゃないかなって、距離が長ければ長いほどそういう傾向にはなるのかなとは思って、やっぱ力勝負になったらちょっと台頭してくる馬だなと、調子を落としてても、はい、まあ、メンバーもメンバーなんで今までのそうですね、実績は無視できないですよね。この馬の重賞初制覇というのが名古屋グランプリなんですよね。だから本当今回名古屋得意な馬がそうなんですよ。これ名古屋2戦2勝なんですけども、うん、名古屋大賞典をその翌年の春に勝って、うん、名古屋連勝、まあ、それが2年前の話なんですけどね、うん、そういう面では復活を期しての得意な舞台でという感じですよね。うん、まあ、本当にその強いと言われている JRA 勢も結構調子変えてんのかなっていうイメージもなきにしもあらずなんでまあ正直ちょっと中央の舞台では厳しい馬たちが揃ってる感じではありますんでね、うん、そうなんですよね。勢いとかその調子の良さっていうとちょっとこうどっからでも入れそうなメンバー構成ではありますよね、うん、はい、まあ、実績という面でいくと4番のソリタリーキングも軽視はできないところなんですが、これが藤川さんは3番手の評価ということですけれども、そうですね、まあ、名古屋大賞典ですか、うん、2着ですね、うん、してますし、はい、まあ、名古屋の相性もいいと思いますし、まあ、私の大好きだったねバーミリアンの下ですけど、はい、まあ、そのお兄さんの活躍もあって本当に若いうちから期待されてた馬で、いつね本格化するのかな、開花するのかなって思ってたんですけど、でも7歳になっちゃいます。そうなんですよでもやっぱりこう安定はしてるかなっていう印象があるんですよね、うん、なんかこうどんな競馬でもできるし、はい、相手なりに走るタイプなんで、まあ、弱くはないとは思うんですよ。まあ、あと一歩、あ、本当にあと
最後の切れたとか、それは最後我慢するとことか、そういう部分がちょっとあと一歩足んないところはあるんですけど、うん、そうですね、相手なりにってとこですかね。うん、この黒三角はやっぱ勝つ可能性も含めてという感じですか。ちょっと本命対抗の間から比べると、うん、あ、そうですね、ちょっと離れますね。そうですか、はい。そして、うん、まあ、グランディオーソが白三角の一番手ということでしたけれども、はい、グラン、まあ、唯一、地方馬で印が回っているということになります。そうですね、ただ浦和記念でね、うん、2着に好走してまして、うん、前回浦和記念、ここはエイシンモアオバーですとかシビルウォーも出走してますから。そうですよ、うん、その馬たちに勝ってきたんですよね、うん、まあ勢いがあるっていうのは一番のかなっていう感じはありますし、はい、まあ、デビューから、まあ、馬券外してないですよね、この馬ね。最低3着ぐらいなんで、で、本当前走もしっかり2着してるんでね、うん、やっぱちょっと怖いですよね。いや、チャンスあると思ってるんですけどね。うん、輸送自体もこの馬苦にならないんで、あの南関東の時はそのミッドウェイファームというとこからの当日輸送でレースを使ってる馬なんですよ、うん、ですから常に輸送競馬で競馬をしてる馬なので、もう慣れてるらっしゃる、うん、名古屋、まあ、いつもよりは当然遠距離にはなるんですけど、うん、まあ、それだってね、別に、うん、別に大したことはないと思うんでまあ、それでタフなんでしょうね。そうですね、まあ、あとは大事に使われてきたということもあって、うん、5歳ではありますけれども、今がちょうど充実期かなという感じもしますね。このメンバー入るとね、若いなっていう気は、ね、しますけどどうしてもね、ダートグレードってちょっと高齢の馬がね、そうですよね、長きにわたって活躍をする傾向にありますので、うん、まあ、今8歳とか聞いてもなんか全然ね、衰えてないなっていうね、まあ、10歳馬だって重賞勝つような、ね、そうですよね、こともありますから、まあ、カンパニーおじさんぐらいから始まりましたよねそうですね、まあ、ですから、うん、グランディオーソはそういった面でも注目の一頭になりますよね。お、そうですね、はい、売れますよね、多分ね、売れますかね。前走ちょっと着順いいんで、まあ、ほぼ勝ったかなと思ったところにね、うんうん、うちからサミットストーンにちょっと差し切られてはしまいましたけれども、惜しかったですね、うん、まあ、ちょっと注目の一頭ではありますよね、うんうんうん、あとはあとは、まあ、シビルウォーとエイシンモアオバーですね。 JRA 全2頭っていう感じですかね、うん、まあ、馬券には絡めても置いた方がいいかなと、まあ、シビルウォーはね、当然、昨年このレースの勝ち馬でしたかね、うん、そうですね、勝ち馬でした。まあ、本当当然この馬もあの名古屋得意としてるんですけど、まあ、昨年に比べるとどうでしょうね。昨年は浦和記念2着してからこのレース勝ったんですけど、はい、まあ、今年は浦和記念4着からですもんね、まあ、今年は4戦してますよね。10着5着3着4着と、まあ、地方交流使ってるんですけど、うん、まあ、勢い的にちょっと欠けるかなっていう気はするんで。ちなみにその、うん、昨年東証フリー以降コンマ7秒ぶっちぎってるわけですけれども、はい、これ自体は、うん、そのさっきちょっと気になったタイム理論ですか、はい、評価は高いんですか。そうですね、今回ちょっと下がっちゃいましたね。あ、そうなんですなるほど、悪くはないんですけど、やっぱその後の戦績も含めて入ってますね、っていうことなんですね、はい、結構レース選んであの手動で入れてるんでコロコロ変わるんで、レースによってメンバーによって変わっちゃうんで、はい、ただやっぱり昨年東証フリー以降ぶっちぎってるという面では、うん、この舞台でこの距離だと侮れない、うん、侮れないですよ ね、 ちょっと外せないですよね、やっぱりね、はい、でもちょっと勢いに欠けるのかなっていう気はね、はい、少ししますね。なるほど、うん、まあ、エイシンマオバーは先ほどちょっとねお話にも伺いましたけれども、はい、ただ岡部誠騎手、うん、ねえ、名古屋を代表するジョッキーで、名古屋といえばみたいな、名古屋の馬を強調できる馬が正直いないので、岡部誠騎手を後押しするしかないんじゃないかなと思うんですがまあ名古屋の馬もね、あのリバルドホープとキングバンブ、まあ、大外のロードパルジファルと、まあ、3頭出走してますけどね、はい、まあ、あのリバルドホープなんかはあの障害とかね走ってたんでスタミナは大丈夫だと思いますし、まあ、ロードあたりはこう先行とかできる馬なんで、うまくいけばみたいなちょっとこうね展開で、そうですか、はい、もうちょっと地元の馬もね
応援してるんですよ。なるほど。いつもあの名古屋競馬で勝たせてもらってるんで。あ、そうですか、はい。まあ、この辺のメンバーはね、堅実にかけてる馬なので、うん、当然馬券には絡んでますから、はい、そうですよね。いや、意外にあの安定してね走ってきてる馬たちなんで。なるほど、はい、ということで、うん、僕の方のじゃあちょっと話をしていきたいですけど。そうですよね、古谷さんはもう日本ピラーズですよね、本命が、うん、G1 馬やっぱり戦ってきた相手ですよね、うん、もうそこが何よりですし、うん、まあ、あの秋に戦は今一つでも、前回のチャンピオンズカップの時は普段と調教過程が若干違かったんですよね。直前の追い切りでいつもこのままポリトラックなんですけど、うん、前回の時はシウッドだったんですよね。あ、なるほど。だそのあたりでなんかこうチグハグだったなという感じもありましたから、うん、このままの良さが出せなかったって感じ、なんでしょうね、負荷をかけたかったんでしょうね、ポリじゃなくウッドってことはね。だからやっぱりこう馬体面の調整というところにも若干影響があったのかなとは思うんですけれども、うんうん、まあ今回に関してはやっぱり G1 馬としての意地と名古屋2戦2勝、やっぱりこの舞台が重賞初制覇だったということも含めて、確かに、この馬が、まだちょっとねこのメンバーだったら負けられないかなっていう期待は持ってるんですけどね。うんうん、うん、まあ、今回はあの調教はまた 戻されて、まあ、どうなりますかね。ポリでやる方がこの馬は絶対あの走りますよ。なるほどね、そこはちょっとポイントですね、うん、調教もね。あのポリトラックだと本当にラスト11秒切るような時もね、うん、あるぐらい動きが変わってきますんで。あ、結構スピードありますね。そうなんですよ、ダート馬なのにね。だからこのメンバーですと、うん、やっぱり早めに先行馬をもう潰しに行くような強気な競馬になると思うんですよね。もう本当勝ちに行くね競馬ですよね、はい、だからそういった面で相手には、うん、前に行くだろうというエーシン・モアバーと東証フリークよりは、うん、シビル・ウォーみたいな、うん、まくってくる馬ですよね。あ、もうちょっと前を目標にしてって、はい、うん、これを相手に考えたんですけどね。じゃあ差し馬2頭っていう感じですね、はい、なるほど。あとはグランディオーソー、うん、前回が初めてのダートグレードで、結構強気な競馬でね、早め先頭から、うん、押し切れそうな雰囲気はあったし、はい、またサミットストーンがうちでどん詰まりにあって、はい、もうこれはやったなという雰囲気があったんですけどもやっぱり自力がサミットストーンの方が1枚上だったということで、うん、最後は差し切られてしまいましたけれども、うん、まあ、それでもダートグレードで通用する力は見せましたし、本当ですね、うん、あのメンバーでね、この馬は距離は泣かないですしね。でそのミッドウェイでやっぱり鍛えられてるっていうのが、うん、もう一番の強調材料ですよね。だから単なる地方馬じゃないんですよ。あ、販路でバリバリやってる馬ですから普段から。だから中央の馬ともう互角に戦えるだけの下地ができてるというところで、グランディオーソーは勝っても不思議ない馬だとは思ってますけどね。もう頭まであり得ると。その後に、うん、まあ、東証フリークとソリタリーキングというところには印は回したんですけども、やっぱ去年ほどの走りが東証フリークができるかどうかですよね。そこですよね、うん、ソリタリーキングもなんか白山大商店もその前のマーキュリーカップもちょっと物足りない競馬だったので、一応白三角に留めたということなんですけれども。なるほど、まあ、じゃあ本当に上三頭はちょっと個人的にはちょっと評価を上げてというふうには考えてます。ぐっと高くなりますね評価はね、はい、さて、はい、気になる買い目、買い目です、ね、ということになりますけれども、はい、ここで買い目が問題ですもんね。印は打てますから誰でも、どうせ中央の馬うちは当たるだろうみたいに言われますけども結局買い目を絞らないとダートグレードって儲かんないじゃないですか。そうなんですよね。あのやっぱ人気馬で決まったら3連複3桁とかね感じで当たり前ですから3連単で2桁もあり得ますからね、だから普通にね500円とかね、買い目が大事というところで、はい、それでは藤川さん、はい、まあ、やっぱり安くなっちゃいそうなんで、はい、まあ、3連単で、はい、東証フリークと日本ピラワーズ、はい、二等軸マルチ、マルチ相手4等24点です。
そうですか。はい、じゃんみたいな、はい、なるほど。まあ、東証フリーク頭だったらでもどうですかね、つくんじゃないかなと思うんですけど、ね、これはやっぱり日本ピラワーズが人気になりそうですね。そうですよね。うーん、で僕なんですけど、はい、まあ、日本ピラワーズをやっぱり一着につけた馬券と、はい、うん、2着で対抗黒三角の馬が1着の馬券、うん、あー、なるほど、まあ、マークシートで言えば2枚買うみたいな感じですよね。うん、楽天競馬で買う場合は2回ね、頑張んなきゃいけない、やんなきゃいけない、はい、それで計15点。あ、配当がちょっとつかなそうなところはちょっと金額を厚めにして何としてでもプラスにするというふうに考えたいと思いますちょっとそれをバラしてね、そうそうそう、はい、展開セットにすればそれぞれ金額個別に打てますんでね。あ、そうですね、ということで、はい、まあ、日本ピラワーズが2着以内に来なければもうそもそもダメという馬券にはしてます。あ、そうですね、6番ね、日本ピラワーズがこう1着か2着じゃないと外れちゃうってことですね。そうです、うん、というような感じで、はい、私も東証フリークと日本ピラワーズが、2頭とも3着以内に来ないと、2頭とも、そう、馬券に絡まなければじゃじゃんです。そうですよね、はいまあ参考に、まあ、だ重なるところはあるよね。多分マルチなんであるんですね。そうですね、ありますね。日本ピラワーズが勝って、うん、東証フリークとかがね 2,3 着だったら2人とも一応的中、多分当たるなまあ2人とも当たることが ね、 ね、一番望ましいところではあるんですけれども、はい、まあ、こういった2人の意見をぜひ参考に、はい、お買い求めいただければと思います。ということで名古屋グランプリの展望を行ってまいりましたけれども、はい、先ほども若干藤川さんの方からお話もありましたけれども、改めてちょっと振り返る上で、当日の名古屋競馬場のイベントということで、はいはい、撮影会、あ、そうですね、撮影会を5レース終了後に、はい、先着30名様限定で撮影会をさせていただきます。30人なんですか。はい、はい、まあ多分空いてますそうですか。その他にはですね、そうですね、あと先着500名様に抽選券をお渡しして、はい、いろいろオリジナルキャップとか膝掛けとか当たる抽選会も行いますので、はい、ぜひ当日ね名古屋競馬場にいらしてください。予想会もやります。はい、はい、ぜひ皆さん名古屋グランプリ当日は名古屋競馬場にお越しいただければと思います。駐車場もタダだよ最後に楽天競馬からのお知らせです。今回の名古屋グランプリは楽天競馬ダートグレード競争キャンペーン名古屋グランプリを実施しています。キャンペーンにエントリーしていただき、楽天競馬の投票サービスで名古屋グランプリの馬券を購入された方を対象に購入金額から 10% 分の楽天スーパーポイントがプレゼントされます。さらに対象期間中に名古屋グランプリの馬券を5000円以上購入されますと抽選で5名の方に名古屋グランプリ2014オリジナルキャップをプレゼントいたします。皆様ぜひ楽天競馬をご利用ください。それでは終わりの時間になりますけれども、早いですね、まだまだ ね、 でしたね、全馬言いたいですけどね全馬言えますか言えますね、まあ、あとね高知の播磨の渡り鳥なんかはそうですよ、東海菊花賞でね、うん、人気薄で2着に好走したんですけれども、これは思い入れあるんじゃないですか皆さんいや僕東海菊花賞実はね現地いたんですよ、はい、あ、そうです、このまま来なきゃ当たってたんですけどねそっちで覚えてるって感じです。いやいや、でもすごくね、でも走ってますよね当時長森騎手が騎乗したんですけど、はい、いや本人もびっくりしてたんですけど、いや器用に立ち回って本当に想像以上に走ったっていう話だったんですがね、うん、器用に立ち回れるならもしかしたらね、あの時もうちぴったりでしたからね、名古屋の小回りを2周しますからこれ多いから今武者修行で行ってる中村翔平なんですけど、もともとオーストラリアで、楽しみですね、頑張ってた子なんですけど、ジョッキーもちょっと豪華な感じなんでね、そうですね、まあ、丸の奇襲
やっぱりね岡部騎手に並んで、まあ、今、うん、リーディングですもんね。そうですよね、はい、勢ぞろい、なんとかいい競馬をね、はい、意地を地方馬として見せてほしいところではありますけどね、うん、はい、ということで、皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます、藤川さんもどうもありがとうございました。はい、楽しかったです。それでは、まあ、いつもね、この直線予想討論会の時は締めのコールをお願いしてるんですけれども、はいはい、せーの、名古屋グランプリを買うなら楽天競馬。ありがとうございました。ありがとうございます。帯広門別盛岡水沢浦和船橋大井川崎金沢笠松名古屋園田姫路高知佐賀。楽天競馬なら地方競馬全場の馬券が買える。おっと、ここで生まれ変わった楽天競馬スマホで登場だ。レースを選んだらオッズを見ながらそのまま投票。全てのレースはライブ配信、その場で見れるのが生まれ変わった生まれ変わった生まれ変わった楽天競馬だ。しかも楽天スーパーポイントがたまる。楽天競馬、